おはようございます。スミスの中村たけしです。辻春人です。はい、辻君、今日はどこに連れてこられたんでしょうか。本日は、はい、鳥羽市大札町の魚勘丸さんにお邪魔します。めっちゃ近所ホームコートですね。ホームコートです。なんかとっても面白い状況になっているということで、あのね、マテア湾の中にですね、はいはい、水深11メーター、12メーターに浅い太刀を湧いてるんですよ。っていう情報を聞いて、はい、急遽ロケをここに来ましたということですね。はい、進んでいきましょう。はい、まあね、多分去年もあったんですけどね、はい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 、結構でかいのもまだあるんです、このところ。あ、そうですか。はい、それを釣りたいと思いますですね行ってきます。はい、行ってきます。いやジグで釣った、これ大変ちゃうよこれ、ね、おー、いいサイズじゃない、これはいいサイズですよ、これいいサイズじゃない、これ巻き出してボンってきましたね。ポイント出てすぐ到着5分ぐらいでしょうか。そこ港です。辻君はジグはウォブリンの 30g にとりあえずしてみました。了解、僕も一緒ですね、30ですね、はい、まあ、常連さん情報から、はいはいはい、ウォブリンの30最強説最強説があったので、はい、そこから始めてみようか、はい。水深12メートル、これ片手が大きいのでお願いします。はい、そこから上までしっかりやってください。また結構追っかけてくるんでね、上まで追っかけてくるんで。はい、色は何使ってる。僕クラッシュピンク。クラッシュピンク、はい、ブラックピンクになるんだ。あ、そうか。じゃあ僕もこれあのブルピンやけど、はい、同じくグローが入ってないから同士だよね。あ、そうですね。こういうのはね、サーチした方がいいよね。はいはいはい、朝一ちょっとそうなんですよ。そんなね、差は出えへんと思うけど、はい、グローが入ってるか入ってないかで、はい、差が出る場合がある。そうですね。おっしゃ、来た。おっしゃ、来た。ダブルヒットだ。あ、バレたか。おっしゃ、来た。あれ、バレたかもしれない。シャ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 、ついてる、ちっちゃいダブルヒットです、まあ、まあまあこのサイズですよ。やった、はい、ダブルヒット、僕はブルピンです。僕は、ブラックピンですね。はい、おったというわけで巻き出しでゴンと来ましたね。おっしゃー、来ました、よっさあ、同じサイズです。またこれは、あのドラゴンサイズは何パーセントぐらいの確率なんですか。30本に1本ぐらいなるほどって聞いたはい、中村さんがジグチェンジをしたので、僕は同じ種類のウォブリンでカラーをチェンジしました、赤金グローですね。グロー入ってどうかなということでやってみたいと思います。変わったんじゃない？ほとんど動いてない。おー、おお、これいいサイズじゃない、これはいいサイズですよ。これいいサイズじゃない、それよし、取るぞバレるなよバレるなよ。これタチウオやったらほんと大きいっすよ。あ、違う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 、ぐる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 のやつや、ぐるぐるのやつ、うわ貴重なローリングなんとハモ登場です。これ見てください、この口を。ハモでした
ボブリンはね、投げてこんだけ斜めにしてで、定巻きするとその名の通りこうやって頭を振って泳いでくるんでね、それがすごいアピールになってるみたいな。ほんで止めてあげるとこうやってきて止めてあげるとこうカーブホールするんですけど、ちょっと潮が、ね、あるとねこう揺れるんですけど、潮がないからねちょっとあの動きが止まっちゃうんでね。おっしゃー、おーおー、なんだ横に走ったぞ。もうめっちゃ上やったけどな。よし立ち親、ちょっとちゃうパターンやった。じゃれてきたね。まあまあまあ本当ですねおっしゃほっ。というわけで赤キングローでも立ち用ですね。今のはもうそこの方でじゃれてきたんでゆっくり探ってヒットでした。中村さんのヒットですねはい、はい、今のパターンちょっともう一回試してみよう。どれぐらい上げるの？もう真ん中。真ん中まで。うん、一応そこをちょっとネチネチやっといてから、はい、くる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 ストップ、はい、ここ。ああそうです、うん、おっしゃー、おっ、中村さん確かに言われた通りにやったらくるくるストップでできました。ジグ外れちゃいましたけど、ちょっとサイズアップですね。中村さんから教えていただいたくるくるストップパターンで釣れました。ちょっとですね、新しいことを試してみたいと思います。こちら、新しく出ましたヘビーシンキングミノーですね、ルーディッシュ 95HS です。で今ちょっとね、あの青物みたいな魚が水面に出てたんでそれも狙いつつ、これ 40g もあるんでボトム取ればタチウオも狙えるということでちょっとやってみたいと思います。よし、ちょっとじゃあ、おっしゃー、おっルーディッシュ来ましたか。来たー、しかもなんかでかいぞこれ。何あれあれあれ、いくよ、でかー、せーの、やったはい、やりました。なんとマゴチですすごくないですかこれ。でかい、そのマゴチはでかいよ。これ最大級です、これ見てください、お腹パンパンです今はですね、ルーディッシュを、ボトムまで沈めて、あの全然ボトム取れました。で、これすごいあのブルブルアクションするんでですね、ブルブルっとこう動かしてホールさせてを繰り返してたんですね。そしたら3回目ぐらいですかね、もうブルブルっとしたらゴツンときましてなんとマゴチでした、はい、よし、これでちょっとこいつで頑張ってみよう。おー、来た、やったよいしょ、村はされてきた。ジグちょっと大きいしたら来た。でもサイズは小さいな。共食いパターンなのかな。一応カラーはこのタチウオカラーしてみたけどね、まあどういう意味合いで食ってきたかは魚のみぞ知る。おお、来た来た来た、おお、よかったよかった、結構上や。おい村正、いい、肩を伸ばすにはどうしたらいいんだろうな、難しい。よっしゃあ重いと思ったらダブルヒットでした。おっしゃー楽しい。お、アジだ、アジだ、バレるなよバレるなよ、やったやったー、やりました。ボブリン 14g で狙ってたアジ釣れました。イエイ。
ました。ふた。ふた。もうなサイズかな。かます。やったー、かます。狙い通りじゃないですか。やったボブリン 14g です。はい、ボトムネチネチボブリン 14g で誘ってたら食ってくれましたね。かますやりました。くたー。おー、きたダブルヒット。はい、ちゃうか。よいしょ。へへへ、 14g 連発です。おお、ドーン来た。これは太刀魚かな。よいしょ。はい、太刀魚。これ楽しいな。これは楽しいね。ボブリン 14g めっちゃ当たりますね。絶好調です。おお、持ってってる。もうあれですかね。十分ですかね。お、当たった。よっしゃー。 25m 先に何かおるよ。よっしゃー。ダブルヒット。ダブルダブル。楽しい。まさかこんなライトな展開になると思ってた。思いませんでしたね。おお、当たった。お、横引き。横引きできたけどな。おー、なんだなんだ。ちょっとちゃうぞこれ。ちょっとそっち上げるよ。でかい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 。うわー、これ上がるか。これ待ってくれ、これ上がるから。でかい。うーっしゃー。やったやった。でかい。すげえ、ドラゴンだ。これジグで釣った。これだいぶ値打ちあるよこれ。ねえ。素晴らしい。おお。お疲れ様でした。いや、楽しかったね。めちゃめちゃ釣れましたね。やっぱりこの僕ずっと 3L 使ってたんですけど、この究極に柔らかいやつで、あの浅いところの、まあ、スーパーライト、はい、めちゃくちゃ面白いですね。楽しかったですね。で、辻君それさ、はい、あのカマス用に持ってきたので。そう、これおかっぱり兼用ロートです。P0.45 です。それで太刀魚を釣りまくってたやつなんで。まあ、こんな感じでね、もう本当にあの、はい、僕ら釣れる時に釣れるところへ行くんで。そうですね。ゲリラできますけど、はい、ウォーカンマルさんね、またあのここ近海のジギングもちろんだし、はい、で、あのトンジギ、あ、そうですね、これから始まりますからね。はい、あのぜひね、そういうのもあの情報をつかんでですね、ウォーカンマルさんにね、あのホームページ見てるといろんな釣り、はいはい、この本当ですね。何でも何でも湾内で釣り出した湾内でやるし、はい、そこら辺の釣りがね、あの超過多く出てくるんでね、そういうのを嗅ぎつけてですね、はい、ぜひ来ていただきたいと思います。はい、はい、じゃあまた次回楽しい釣りをお伝えいたします。はい、さようなら。さようなら。